どうも、エル歌舞伎のエルウダです。どうも、ネロニアです。今日はゲストに来ていただいてます。ご紹介お願いします。こんにちは、マッハスピード剛速球です。ありがとうございます。マッハスピード剛速球、坂巻です。ガンタさんと坂巻さんということで、ありがとうございます。ちょっと今、期末やめてもらっていいですか。ちょっとだいぶ汚いんで、はい、マッハスピード剛速球とエル歌舞伎っていうのは、はい、まあ、一言で言うと、これもう水道橋博士チルドレンみたいな感じですかね。まあ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 、ね、浅草キッドキッドですからね。まああんまりその単語やめといてもらって。で、もともとね、はい、水道橋博士さんに僕らはすごいお世話になってて、今すごいですね。ま、特に僕がもう毎週のようにライブで出していただいてるんですけど、捉えられ方が、そのきっかけが先代の博士の運転手をやってたガンタ君、はいはい、が年末のたけしさん特番の時に、ああそうだ、挨拶禁止だったんですよ、当時軍団の人に。そうそうそう、うん、で、だけどガンタがこそっと俺のところに来て、うん、博士と挨拶行きますかって言って耳打ちしてくれて、で、俺運転手軍でどうしたっていいですよって連れてくれてから、なんといろいろ始まったという感じで、もう、はい、感謝してますよ、本当に。いやいや、本当に感謝してますよ、本当に。宝みたいな。ありがとうね。4、5年前ですね、もうね。早いもんでね。そんなか、2017年末ね。そうじゃない。4年前か。4年前ぐらいですよ。懐かしいね。懐かしいな。いきなり気に入られてましたよね、でも。まあ、エゴさんね、僕らのことは知ってくださったんで、博士の本とかもつぶやいていたので、もうだスタートの時点でもう僕より好かれてたんで、いやいやいや、坂巻なんかはね、いつまでたっても、この前見学来てね、ライブの、あ、はいはい、で挨拶して、誰か気づかれてないからマスク取って、うん、マッハスピード5席の坂巻ですって言ったら、あ、そんな顔してたんだって、本当に、覚えないですよね。で、坂巻もさ、いやいや、まあまあな付き合いですよとかね、そう、なんとも言えないツッコミを言ってましたです。坂巻さん、もうちょいこっち寄ってきて。距離感のあるそうですね、ありましたけど、坂巻も気づけば今してる、介護のバイトでさ、介護日記みたいな一時期、あ、やってるんです。結構あ、今もやってる、やってるやってるやってる、今資格取るお勉強されてるみたいな、今介護福祉士の資格取ろうと思って、うん、介護の相手のことをネタにして飯を食おうっていう、いや、すげえ言い方悪いな、本当に気をつけて、小山田圭吾さんとかあるから今、はい、ね、あー、ね、本当に今、なるほどね、なんかもしかしたら逆行してる可能性ある、あ、そっか、時代にね、逆行してる可能性もなくはないですから、ネタにして、いや、ガンタ、ジギネタ弱いからつまんなそうだな。ガンタ、グビグビじゃない。ジギネタ知らないから、この人、いつも。博士のところいるのにガ、ジギネタ知らないから。うん。分かった今の話。いや、もう何言ってか分かんない。リアルサンドイッチマン、富澤って呼ぶ。ね、はい。で、そういう、こう、売名にね、命をかけるライブもすごいやってて。まあ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 、最近やってないですけどね。来たお客さんに1000円配る。はい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 、あげました、ね、すごいよね、俺が消極的な態度を取った時に博士にそれで怒られたことあるからね。ガンタたちがやっていた1000円配るライブ、あれが正解って感じ。正解ではねえだろ。正解ってことになっちゃったの。正解、正解、あれ政治の正解ならわかるよ。まあ、金が飛び交うから。そう、田中角栄的な意味だったらわかるけど。正解だったらこんな真夏に公園でガジッと取れない、ね、いいんですよ、真夏に寄っとって。いやいや、正解だったらね、うん、羽ばたいてるはずですから。コインに餌あげるやつはいないけど、鳩に餌あげてもらう、ね、そうですよ、懐かしい子で、今ね、おいづきたの騒動で一番最初に辞めたんですよね、はい、事務所をね、まあまあまあ第1号うわ、いや、厳密に言うと2号、厳密に言うと鍋やかんさんですよ、ね、鍋やかんさん、詳しいな、詳しいですね。俺らはもっと早くんとは言おうとしたんだけど、はい、なんか軍団さんの声明文出すのとか、あんま良くないから待てって言われて、うんうん、本当は一番が良かったんですよ、はいはい、なるほど、スピード剛速球でやめるっていう、でもヤフーニュース的には、うん、マッハスピード剛速球抜けるなんか大結構大きいニュースにはなったよね、あ、まあ1号でしたね、1号で今までで一番大きい、そうそう、で当時やってたその、うん、毎日まあなんていうんですかね、ワイドショーでネタがない時期だったんで、はい、毎日そのたけしさん騒動がワイドショーでやってたんですけど、やってたなってた、でももうなんかワイドショーそのやりたいんだけど、うん、あんま動きがないから、うんうん、もうなんかいろいろ調べた結果、このマッハスピード剛速球ってやつらが早く抜けたぞってことで、なるほど、4日間ぐらいは俺らがもう宣材写真が独特のね、映ってたんだけど、本当に誰なんだこいつらっていう、ドラゴンボールの孫悟空みたいな構えのね。
あれ孫悟空ってああやって構えんだけど戦う瞬間全然普通にパパパってやるからさ、あれ意味あんのかなって一生思ってる。何の話してるそうだよ。分かんない。あの時じゃマッハのことが取り上げられた時はもうネタがもうカスカスだったんだ。カスカスだから記者側のワイドショーみたいのめちゃめちゃ来ましたよ電話。4社5社ぐらいメール来て、マジで無名の芸人がそうそうどこどこ何々社です、うん、DM が来て、よければ取材させていただけませんかって言って、で、お店来たまま先輩が、いや、こいつ何も内情知らねえだろみたいな、まずライブ出てねえもんみたいな話書かれて、いやいや、本当にあれ、取材ってめちゃくちゃだよね。ひどい。っていうか、もうひどかった、要は、俺ら初めて中川になれたわけじゃないですか。はいはい、はい、ね。だから、その、いろんな、何、偽物の社員とかも出てきたし、あ、そうだ、いたね。偽物の社員覚えてる人あんまいないと思うけど。インタビューを受けてるってことだよね。そう、オフィス北野の、オフィス北野の前で待ち伏せしてる、うんうん、あの番記者が社員に直撃したって言って、そうそう、うん、こっから下映ってるんだけど、もう下品な龍の、あの T シャツみたいなのを着て、下品ななんかネックレス、はいはいはい、金色のネックレスみたいな、下品な腹の出方して、で、確かにね、大泉ちゃんのマネージャーでいそうだけどね、そういう人ね。そう、いそうなんだけど。意外にそんな人いない。意外にいないで。意外とみんなスーツパシッと意外にしてたよ。で、俺らが見たらもう一発で、うん、いねえよ、こんなやつって人が。で、なんかオイラとか言ってたんじゃなかったっけ、それ。いや、オイラは、とか言ってた。マネージャーは言われてたのかな。いや、たけしさんのことをね、親父って言って。親父タイファミリーじゃないから、ね、親父とは絶対ないわ、それ何なんだそれ、親父との関係は変わんねえからさ、こうなってもさっつって親父って誰だよ、水月田の社員って書いてる、誰だよっつって、吉本興業闇営業騒動の時もさ、うん、元吉本の芸人さん生出演とか言ってさ、はい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 、俺だってそうだからね、 NSC っていう養成所出たら一回席置けるんだから、うん、何万人いるんですよ世の中に、ね、元吉本芸人、確かにそうだ、それなんか弁護士の肩書きで出てきた人いたな、そういうの、あ、なんかな、でもそしたらそれ誰だ、うん、こいつみたいになってさ、 そうそうそう、そもそも知らないよみたいな、ね、あとひどかったのはね、義太夫さんの写真がね、ウガンダトラさんたけし軍団の写真の中に一個ウガンダさん入ってて、グレート義太夫さんはってくる書いてあったんだよ。あれでもいいのかっていうね。いや、これはひどいって感じ。ひどいよね。誰か一人チェックしてるもんだよ、うん、でも当時の写真見たら似てんだよ、確かに。いや、わかるよ。ブッチー武者さんでもわかんないと思う。そんなに、ね、ひょうきんだミスだったらもう、ね、いち早く抜けたマッハスピード剛速球っていう、うん、記事に、うん、坂巻一人の写真とか。だかピンかコンビかも。ピンだと思われてる。俺らたちだってL歌舞伎の宣材写真って下にL歌舞伎で上に三日月マンハッタの写真だったりあるから、ね、誰がタレントだよみたいな、本当にあれ適当なんですよ、ね、めちゃくちゃ適当、うん、それが3年前ぐらいかな、いやもっと経つんじゃない、4年前3年前ぐらいですよね、4年3だね、3かな、そうですか、うん、でね、鶴橋博士のお店ができて、博士の店とかでまたあったり、あとライブそうね、そういう感じですよね、そうですね、もう博士を軸に、うん、まあ俺らも会うのはそうですよ、我々はお会いしてますね、で、ライブいろいろ打ってたんだけど、その後にいろいろあってライジングアップっていう事務所に入るんですよね、はい、それも第1号、それも第1号、それはもう第1号、本当だ、第1号だ、ちっちゃくヤフーニュース撮るけど話題なんないね本当にあれでもすごかったですよ、めちゃくちゃ記者会見にしましたから、すごいね、うん、あれダパンプさんの事務所だっけ、そうです、そうです、だから多分俺らはこのぐらいの若手で一番新聞載ってますよ、過去そうだと思う、だって俺が普通に買ってるトースポとかビートたけしは優勝とか、うん、あ、そうだ、たけしは優勝で単独も記事になってる、何がすごいってビートたけしはってお店来たのやめた後に優勝してるから全然癒着じゃないんだよね、癒着じゃない、そうなんだよ、あのコントをただ漫才にしただけだもんね、あれね、なんちゅう言い方したよまあまあ大体そうでしょ、漫才なんちゅう言い方し、悪い言い方したな今やり方教えてくれよ、俺だなんか教えてくれよ漫才をコントにするやり方いいよ、いや、そういうこと、お前らキングオブコント結構受けたの落ちたのから1回戦で、ああ、今年出たの、出た出た、椅子に座って漫才やったんだから、うん、居酒屋でたまたま会った2人っていう、うん、それで時事ネタ話してる、時事ネタっていうか、なぞなぞやりたいな久々にって言われた、いい大人が居酒屋で、あこれでコントだ、コントだ、落ちちゃった、うん、ダメだった、そうそうそう、ビール持ってきてってやったんだけど、そう、居酒屋でコントだ、完全にコントだ、あと最初もカランコロンかなとかやってましたから、それが著しく下手だったんじゃないですか見てないか、ね、やってる感が見えたんじゃないですか、そうそう、嫌なやつらじゃねえかよ、それは非常にあったと思う、コントってこんなんでしょ感が出ちゃってたじゃないですか、印象悪いわよ、真面目にやったのに、でも結構頑張って
直前までショートコント下ろしてたんだけど、ショートコントダメだっていう説聞いて、急いで1本にしたから、すごい、ちゃんとじゃあ取り込んだんですね。ちゃんと取り込んだ、ね、1回ライブでもやったしね、一緒に。そう、全然知らんかった。どうすか、めちゃくちゃやっぱ、俺らはやっぱコントでたまに漫才やるとすごい照れるんですよ。あ、めちゃくちゃ照れませんでした。あの、字で喋るじゃないですか、はい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 、あそこが恥ずかしいんですよ。なんか、あ、で同じことやっちゃうから全然楽しかったけど。でもカランコロンカランとかできました全然楽しかった楽しかった。もう俺じゃないと思ってやってるから、あ、向いてるのかもしれない。俺じゃないと思ってやってるから別に、むしろ気が楽だったぐらい。そうですね、練習じゃないけど、そっちが恥ずかしい。あー、なるほど。俺演技してるぞっていう言い方に。偉そうやったけど、本番緊張して感じたからね。あー、ちょっと受かろうとしてんのかよと思ったら引いたから俺、相方に。なんだよ、受かろうとするだろ。受かろうとして。いや、受かろうとするのいいけど、何ちょっと審査されようとしてんのみたいな。バカ野郎、バカ野郎、お前。ちょっとなんか、たまたまそこにいたね、人とかでさ、ね、ドラマの作家さんとかいたら、もう、あいつはもう使いたいぞって。なんないよ。わからんよ。ほんとからまず、ドラマって。キングコントの1回戦。A クラ7の再現とかで使われるかもしれない。でも、この前もあの、2人ネタパレとかも出てたよね。出たんだよ、ネタパレとか。ネタパレ、あー、出ました出ました。いや、すんごいテンション落ちるのよどんだけうまくいかなかったんですよそれこそ今日もオーディション行ってきましたよ。あ、素晴らしい。あ、すごい。だってネタパレ終わりで博士のライブ来たりしてたもんね。あ、そうです。あ、そうだ、あの時でしたね。俺らも一緒にネタやったりとか。そうだそうだそうだ。結構忙しくしてんだなと思って。いや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 、そんなめったやないですよ、テレビなんか。あれが最後ですよ。あー、俺らも長く出てないからね。最後何のテレビでした？確かに。ほんと最後なんだろうね。沼にハマってる。Eテレの沼にハマってる。あの後に何か出てるかもしれないけど、ちゃんと覚えてない。ああ、いい、あの、いい出方だね。今年はほんと湘南 FM と鎌倉 FM 中心でやってる。景色いいね。鎌倉はいいよ。湘南鎌倉。ほとんど、昨日のカレーを温めるとって同じ同じ活動ですよ。何が分かったよ。あの小田急線沿線沿いでのみ活動するコント師の人たち。誰がちゃんとアドリブでこんなんで。合わないよね。最近見ねえな。どうですか、最近どういう活動してるんですか、二人は。まあ毎月新作3本おろすライブ。それが割と。今まで実はそういうライブやったことなくて、意外とちょっとひねったの多いからね。うん、あとはもう単独で必ず下ろすって言ったから、自分たちの単独を年間4本ぐらいやって、それで毎回8本下ろすみたいな。でかいところでやってますもんね。そう、それを10年ぐらい続けてたわけで、なんかその月3本っていうのをやってみたらめちゃくちゃ良くて、なんか明確にどういうネタを下ろすっていうのが決めれるから。なるほど。それで、あの、すぐネタパレも出られたり。ああ、すごいね。すぐ成果出ちゃって。そうそう、効率いいのかね。あと P1 グランプリっていう、はいはい、すごい賞レースあったんですけど。ピンクオバザン。いやいや、ピンクオバザン。あ、違うの。お前な、ピンクオバザン。あったけど。ピンクワンパンダ。あ、ピンクワングランプリもあったよね。ピンクワングランプリありましたよ。優勝忘れたけど。あの、今注目してるのはチョコレートプラネットとエル歌舞伎だっつって、チョコプラしか売れなかったでしょ。誰が分かんない、テレビでそこまで言ったおばちゃん。冗談手帳に置いて。冗談じゃないよ。ネジ入れてたんだから、その推薦は。あれじゃあ、P1グランプリね。あの、MX なの。そうです、MX。パンダワンです、パンダワングランプリ。パンダワンも、それで作ったネタで優勝しましたし。じゃあ、結構優勝がね、世間に知られないタイプの。そうですね、優勝しても。ビートたけし杯の時もね、ちょうどその日、あの、嵐が活動中、解散するっていうの発表した日でね、もう全部持って帰れた。でもあのさ、どこと戦ってしまうの？新人農場かなんかがさ、と絡まなかった。ああ、それはトースポ映画大賞の、あの演芸賞を。たけしさんが毎年あげるね。ああ、はいはい。本当にめちゃくちゃいい、あそこどこだ？エンタメ賞が霜降り農場だった。品川プリンスホテルみたいなところで、やる授賞式に行って、その時はだってもう、万引き家族と、あと、ゾンビの、上田監督。ああ、上田慎一郎さん。カメラを止めるな。カメラを止める。そのもうスタッフ陣がいる中。ていうかもう女優陣とかもいる中。小向井美奈子さんとか前受賞してね。あの、ビートたけしさんのホテルにキスしてた。そうそう。あれ、トースポ映画大賞。いや、誰がわかるんだよ。わかるんだよ。あ、この。小向井美奈子さんも今 YouTube 中心に活動されてますから。いやいや、美味しかった刑務所飯ベスト3と発表された。あ、それは聞きたいな。面白かった。面白かった。ねえ。いや、じゃあ何の話？スライム土っていうのが有名なんですか。スライムに。それは知ってるね。あ、でもすごいメンバーのとこでやったの。本当のスーパーニューニーの小向井美奈子だったよね。そういうことありましたけど。
さあどうですか今後。なんで話戻そうか。告知とかあります？全然お前のスーパーニューニューで話戻しやろうと思った。一人で喋ろうよ。どうですか。告知ですか。告知とか今後どういう活動。今度だからそのね新ネタ3本を下ろすライブが、はい、今度賞レースが近いのでキングオブコントね。そうだからアリネタをやって新ネタもやるっていう感じで今回やるのが8月何日だっけ12日に下北プレップス、プレップスだよね、下北沢でやりますので、はいはい、スラッシュでやりますので、それ無料なんでしょ入場。もうそんなことばっかやって孫正義みたいな無料でそんなことばっかやって。いや G ネタピンとこいよお前。いや病気かなこの人と思って。全部お前みたいに毛抜けてないわ。よくですね毛抜けて全部誰の話っすか。お前なんか俺はただハゲただけさ。ハゲただけかストレスじゃなくて。ブログをね、うん、この時代にやってるよね。何始めた。面白い交換日記、リアル芸人交換日記だから あれになったんですよ、うん、鈴木治虫さんじゃなくてね、公式マッハが公式になったんだ。公式にこの時代になっちゃってオフィシャル、うん、俺なれるんだみたいなこと、うん、俺もオフィシャルやってくる、ね、あ、まあまあいいだからそうできるんだ。オフィシャルになるのが大変じゃないんだなって今だから、うん、しょうがないから毎日更新してるんですよ、はいはいはい、面白いよ、お互いで交換日記してるね。そうそうな、うん、すごいな、うん、あ、読んでくれてるんですか。今日会うからちょっとチェックして。ああありがとうございます。さすがっす。そうそうそう。ありがとうございます。そうですね。あと YouTube も毎日なんか毎日やってますねいろいろ。俺らの影響でね毎日 YouTube。はい。ああじゃあそうなんだよ3年前。あじゃあそうなのか。照れなくていいよ。3年前に本当に言ったんで俺に言ったのは早くあんたは稼げんだから早く稼いでくれって。カメラも何も回ってないとこで。お上田さんに。漫画みたいでしょ。漫画みたい。あんた稼げんだから早く稼げてくれ。あそこの新宿の。だし、ライブで会った時も、これはあなたが読むべきだっつって、うん、博士の芸人春秋の文庫版を俺に渡してきたら、この人です。で、同じように単行本を渡してきたらうちの相方ですから、どんだけ博士好きな週刊もともとのね、気持ちが悪い。ね、ハードブックを渡します。で、俺はこいつに無理やり読まされてる、なんでこいつに文庫無理やり読まされてるの。無理やり読まされてる。洗脳されちゃって、俺一番ライブ出てるのから今。本当に。俺も男子稼げてもらったからね、上田さん。あ、そうか。本当は俺は太田さん派なんだから。ずっと言ってんだよ、それ。そうそう。毎日上げてるんで、それもね。YouTube もやってますよね。はいはいはい、はい。似てるかも、俺らも今月1で新ネタ3本上げられてる。これも2年ぐらいやってるかな。本当だ、一緒だ。やってる。3年ぐらいやってる。3年目ぐらいじゃない。一緒だ。そういうのやってます、ね。やった方がいいですね。最初日曜ですね。うん、やった方がいいですねって、この4人でやってもあんまり説得力ないかもしれない。いや、絶対。誰お前らみたいなね。身を結びますよ。ああいいね。まだですよ。いいね。かれますよ、結果が。まだじゃん。ね。あと、あれもね、すぐまさかでメルマ旬報も書いてますよね。メルマ。あ、そうです、そうです。そうだ、結構忙しいんだね。今月から新コーナーを始めたんで。なるほど。新コーナー始まったんだ。工房やろうっていうね。おー。あー、はい。工房やるコーナーですね。なるほど。はいはい。じゃあ、まあちょっとね、興味があったらというお願いします。チェックしていただいてます。お願いします。ということで、今日のゲストは、マカスピード王の Q さん。ありがとうございました。ありがとうございます。